こんにちは。ゼロから学ぶこれからのトータルブランディングセクション2ということで今日はそもそもブランディングとはというところからお話ができればと思います。このそもそもブランディングとはっていう部分なんですけれども僕ももともとブランディングを始めた時に、まあ、正直なんとなくブランディングって理解してるようでしていないっていう状態で始めていたんですけれどもやはりあの クライアントの方からブランディングって何なんですかねとかどういった効果が得られますかだったりとか結構質問されることが多くてこれはそろそろちゃんと学ばなきゃいけないぞって言っていろいろと学んだり自分なりに感じたことを今回はまとめましたでは始めていきますまずそもそもブランディングとはもともとのこれブランドの起源なんですけれども ブランドという言葉の起源は、牧場の所有者が自分の家畜に焼き印、バーンを施し、他の家畜と区別するために行われた行為が由来と言われています。なので、まあ、簡単に言ってしまうとブランドはま差別化っていうふうにえっと言われています。で、そのブランドっていうものにイング、まあ、現在進行形のイングがついているので、まあ、直訳してしまうと、 ブランドを作り、差別化していくための活動と言えるんじゃないかと。で、そのブランディングは、イングとあるように、作っていく過程も、ある程度形ができた後に継続していくことも活動のうちです。作って、伝えて、浸透させていく、すべてがブランディングです。なので、えっと、終わりはありません。まあ、言葉とかロゴとかデザインができたタイミングで、ブランディングが完了し、 ありがとうございますって言われることも結構あったりはするんですけれどもそれは完了しているんではなくってまあ言ってしまえばある種そのらしさのある空のコップを置いただけの状態なんじゃないかなとで実際はそのコップの中を様々な活動を継続していくことでいっぱいにしていく必要がありますそれでコップがいっぱいになってそれがあふれ出る頃に初めて周りに認知されていく でブランドっていいいいいうううものが醸成されててくんじゃないかなかうふうに考えています、まあ、この部分は割と重要な部分で、ブランディングをどう考えるかってことに結構関わってくるんですけども、いわゆるそのトータルデザインをして、VI を整えて、それでおしまいっていうことではなくて、続く、続けなければいけないっていうことは認識しておけるといいかなと思います。しかしそのブランディングっていうのを、 ま、継続していくためには、そこに携わるすべての人がブランドを理解し、自分ごとかし、自創していくための共通認識やルール、モチベーション作りも重要です。これを行うことをインナーブランディングと言います。通常ブランディングは外向けのアウターブランディングと内向けのインナーブランディングのセットになっています。まあ、フルスロットルでずっと走り続けるっていうのも正直しんどい。 部分もあるし常にデザイナーがずっと携わっているっていうのも結構現実的ではない部分もあるのでインナーの人たちだったりチームで同じような方向を向いて同じモチベーションで進めていけるっていうようなインナー全体をこう高めていってで同じ方向に向かって共に進んでいくっていうようなそういう姿勢を作るっていうことも重要なんじゃないかなというふうに考えています。 で、そのインナーブランディングをしていくためには、関わるメンバーが議論をして、納得して、行動に移せるようなシンプルで嘘のない軸。まあこれは言葉だったりデザインだったりするんですけど、を開発していく、そのプロセスがとても重要だと考えています。で、そのモチベーションが高まったメンバーたちが議論してできた軸を起点に活動していく。 そうすることで持続可能なブランディングの基盤ができてくるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、先ほどの話に出てきたそのブランドらしい空のコップができた状態がこの状態だと思います。そこをみんなでいっぱいにしていくためにメンバーそれぞれがそれぞれの持ち場で活動をしていくと。それでコップをいっぱいにしていくためにブランドの思いだったり強みなどを 様々な接点、タッチポイントって言いますけれども、を通して、体現して、伝えて、共通の世界観、人格を作っていきます。まあ、表層の見え方っていうことだけじゃなくて、まあ、行動や言動も全てタッチポイントになるので、そこら辺も考えて、全体をこう組み立っていきます。 どこを切っても同じ金太郎飴のような状態が理想なんじゃないかなというふうに考えていますもちろんロゴだけではダメだしスマホ SNS だったりとかウェブサイトだったりクートだったりその他のアプリケーションだったりあとは例えばショップだったらそこに立つ店員さんだったりとか社員さんのしゃべる言葉だったりとか全てがブランディングの要素の一つになってくると思います。 最近の SNS の台頭で、まあ、とても便利になった反面、まあ、口先だけで説得力のないブランドはすぐにバレてしまう。逆に志のあるブランドや会社の説得力のある行動はみんなが勝手に広告してくれる時代だと思います。そんな時代のブランディングは嘘なく誠実に行うことが重要だと考えています。いわゆる有限実行みたいなことがすごい重要なんじゃないかなというふうに思います。うん で、これの一つヒントとしては、まあブランドを人に例えてみて、どんな人なら目を引くかなとか、信頼できるかなとか、自分が好きになるかな、ファンになるかなっていうのを考えてみるのもいいかなっていうふうに思います。その人の性格とか哲学は、まあミッション、ビジョンっていう形だったり、顔や服装はロゴや造形のデザイン。で、声質はコピーの書体というように、 一人のキャラクターを作り上げるイメージをするといいんじゃないかなというふうに思いますそれらの活動を継続していくことでどこにもないオリジナルな世界観人格ができてきますさらには共感した人々がファンとなり口コミや SNS などを使って広がってさらにブランドが育ち価値や売上を上げていくことにつながってくるんじゃないかなと思いますこのブランド好きとかそのブランド安心 って感じてくれるとか憧れのブランドになっているとか何かその行いだったりとかっていうところに感動をしたりとかそこが信頼を生んだりみたいなこういう感情を生むような求心力のある塊ができているっていうのが重要なんじゃないかなっていうふうに思います。でまとめていくと、まあ、そんな人々から愛される独自の世界観人格を作ることがこれからのブランディングなんじゃないかなっていうふうに考えます。 まあ人格としているのは、そのブランドを一つの人だと例えて考えれるといいんじゃないかなっていうところで、かっこ人格っていうふうに書かせていただいています。で、この世界観人格っていうのは、会社やお店、プロダクト、サービス、デザインなどに宿るアイデンティティのまとまりのことを世界観と表現しています。そして、そのブランディングにおいて、ディレクターだったりデザイナーは翻訳家のような存在です。 プロジェクトメンバー内で出た情報を整理し、インナー、アウターどちらに対しても正確に魅力的に伝えていくという重要な役割があります。私個人で言うと、もう一つ、様々なメンバーを巻き込み、競争しながら、ブランディングプロジェクトを進行していく司会者の役割を担うこともあります。で、ブランディングとはっていうところのまとめです。ブランドの始まりは差別化。 ブランディングは継続し続けないといけない。ブランディングはアウターブランディングとインナーブランディングからなっている。持続可能なブランディングにはインナーブランディングが必要。インナーブランディングはプロセスが重要。ブランドを体験し伝える際は金太郎飴を意識する。嘘なく誠実なブランディングを心がける。 愛される独自の世界観、格好人格を作ることがこれからのブランディング。ブランディングにおいてディレクターやデザイナーは翻訳家。